おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1054です。はい、今回紹介するのですね、前回紹介したのがこちら、SH フィギュアーツの、キュアブルーム&ミチルセットの、キュアブルーム、こちらですね。こちらの方のまず可動範囲と、あと台座の付け方とか、あとこの腹部のですね、これの交換方法とか表情パーツを交換とか、その辺を全部やっていきました。ということで今回はセットということで、もう一つね、もう一つありましたミチル、そちらの方の紹介をしていきたいと思います。なので、この状態ではね、何もいないんで、ミチルのパーツ、あとミチル本体ですね、そちらをちょっと出していきたいと思います。それと合わせてでですね、前回、まあ、ケースに入っている状態をお見せしてるんですけど、その中に手つなぎのやつがあったので、それも最後にね、ちょっとこちらのね、ブルームと軽く、組み合わせるみたいな感じでちょっとやっていきたいと思います。はい、ということで、パーツ一式全部ちょっと準備したいと思います。はい、パーツの方準備できました。一応こちらとこちらに置いてあるのは、まあ、前回紹介したやつなんで、まあ、省いていただいたとして、いつもの台座といつもの支柱とクリップですね。一応こちら台座の方、こちらの方はミチルという風にちゃんとね、プリントされております。で、イメージカラーなのかな、一応こっち黄色ですけど、こちらちょっと赤ですね。こういう風にしっかりと色分けされてるんで、まあ、同じ色だったとしたら、あのデザインとかね、字でちょっと判断つけなきゃいけないと思うんですけど、こちらの方はね、ちゃんと色でも違うので、まあ、パッと見ですぐ、あ、これはミチル用だねとかすぐ分かるようになっております。はい、で、あとここに公開用の手首パーツと表情パーツ、ミチル本体と、これが手つなぎですね、手つなぎハンドがありますという形です。非常に、ね、シンプルですね。特にあの大きなエフェクトパーツとか武器とかね、そういうのが一切ない、非常に、シンプルな状態となっております。で、ちょっとね、一応こちらのブルームとこれをちょっとね、避けてしまいまして、パーツ一式手前の方にざっとちょっと寄せちゃいます。そしてよいしょと、はい、こちらですね、ミチル本体となります。ではまずこの状態でぐるーり回しますと、はい、こんな感じです。まあ非常にね、シンプルですね。特にあの腰からこういう大きいリボンがバーンと出てるとかね、あの肩がこう尖ってるとかね、頭に何か大きいものをなんか被ってるとか、そういうわけでもなく、非常にシンプルなものとなっている感じですね。はい、まあスタンダードって感じかな。で、可動範囲いきたいと思います。まず頭部ですね。頭部は一応左右、ちょっと後ろ髪がこうちょっと下がり気味なんで、今肩に当たってますね。で、反対も同じ感じです。で、上、これ上ですね。で、なんか根元の部分で動いてそうなんだけど、そういうこともなさそうな感じかな。一応これが上です。で、これが下という感じです。で、頭部の中ではね、こちらの中にジョイントが入っているんで、ここで首をかしげたりとかすることができると。なので、この頭部の中に入っているジョイント、これのみであのこの首の可動をやってるんで、やっぱり狭いんですよね。これがもし首の根元と頭部の中のジョイント、この二重式だったらもっとね、ガッガッって曲げるとかね、グッグッとね、いけるんで、もうちょっと可動域広くなるんですけどね、なかなかあんまり採用されないシステムですね。一応腕の方がこうぐるり回せますと、はい。で、ロールが多分ここでできると思ったんだけど、ロールできないんですね。で、肘が一応ここまでですね、90度より曲がっております。そして手首の部分がここのところにジョイントがあるんで、ここの位置の調整をすると奥手前というかね、ここ上下とか奥手前、こういうふうに動かすことができると。ただこの肩なんですけど、これなんですかね、丸いやつの内側のところがちょっと空洞があって、そこからジョイントが出てるって感じなんで、微妙にね、こう動かしていくと、これ一番わかるかな、こう隙間が空いてジョイント丸見えですね。これがね、非常に気になるんですよ。まあ、それのおかげで腕をもうちょっとで中心に寄せれるとかね、あとはこうやった時にいいんですけど、こう何かしらのこう動かしてこう腕をこう上げたりした時に、ここ隙間、これがね、目立っちゃうんで、できればこれ本当にカバーみたいな感じで、普通に丸ジョイントっていうかね、普通の可動ジョイントが中に入ってるタイプの方が全体的に良かったんじゃないかなというふうに感じます。なので、これで水平ができないわけですよ。これもうちょっとグッて上げたいんですけど、これ限界です。ガシガシこするっていうかね、削るような感じになるかもしれないけどって思っても全然いかないです。これが限界です。で、先ほども言った通り、腕のロールだね、ここでカットが入ってないんで、ここでロールもできないんで、どうしてもね、こうここで位置調整かけたりすると肩が全体的に動いちゃうっていうね、そこがやっぱ弱点かな、非常に残念。はい、一応ボディはここですね、ここの部分で稼働できます。で、足がこういう風にガンガン開いていきますね。
て前後もガンガンいけると。というのもこのねスカート部分というかこちらのパーツが非常に柔らかい、ふにゃふにゃです。ふにゃふにゃっていうほどふにゃふにゃでもないかな、でも柔らかいです。なのでこれがもう本当にカッチカチのプラだったらやっぱりこれでこれ限界、これ限界ってなるんですけど、これがね全体的に柔らかい素材なんでギューッとギューッとできるっていうのは非常にいい点ですね。で足自体ちょっと分かりづらいですけど一応限界値まで曲げれますね。ここまで曲げれます。であと足首ですね、足首部分がここに、ジョイントが入ってるんではなくこれですね、束ですね、こうボール接続になってるんでちょっとね隙間が見えちゃうっていうのがちょっとやっぱり痛い感じはしますけど、まあしょうがないかな。で根元ですね、股関節のところでこうロールすることができるという感じです。だ本当にスタンダードな感じですね。ただ肩の可動がでやっぱりちょっと狭すぎるっていうのがやっぱり惜しいかな。はい。で背中見ていただくと分かるんですけど、こちら、穴が開いてないんでこのままブスッとつけれるタイプではなくいつものクリップ式ですね。なのでこちらの七の部分にクリップを、まあ、とりあえず差し込みまして、でこちらをここのところでえいと挟んであげると。そして台座の方に、まあ、取り付けてガキガキっと曲げて立たせると。はい。まあこんな感じですね。まあ普通に使うことはできるんですけど、やっぱりねこれ爪が私のやつ弱いですね。結構クラクラしますね。これがやっぱこうやってグラ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 動いちゃうんですね。なのでこう背中にブスって刺すタイプだとそれでおしまいなんですけど、この状態で例えばこうした時にこういう風に向けるっていうこういう利点はあるはあるんですけど、ちょっとねこうやってやるとこう隙間ができただけで一気にガタついちゃうんで、そこだけかな。常にこのクリップでしっかりギュッと挟んでおかなきゃいけないっていう弱点がちょっとあるんで、あんまりこのねクリップ式私好きじゃないんですよね。どうしてもこの脇こっからクリアパーツがこうニョッと出てきちゃってるんで、それのせいで腕をねまっすぐこうこれ以上締まらないっていうね、脇を締めることができなくなってしまうっていう弱点があるんで、やっぱり背中にこう直で、させるタイプ、またはなんていうんですかね、足の方で止めちゃう。例えば足の裏に穴が開いてて、そちらとどっかねこの台座の方からピンが出てて、そこでブスッと刺して立てる。で支柱は補助式っていうかね、補助的な感じで使わない人はそのままでもいいですし、つけた方が安定する人はつけた方がいいよみたいな、そっちの方がもうピタッと立たせれるかなっていう感じがちょっとありますね。はい、一応こんな感じとなってます。で、公開の手首パーツですね。一応手首パーツが普通にグーと平手、こちらのタイプじゃない平手、こうやって開いてるんですね。こちらのタイプと普通のグーがあるんで、一応ちょっとグーにしようかな。こちら普通に外してあげるけど、こちらはジョイントが玉ですね。玉式になってるんで、ここでこうプチッと外してあげると。で、引っ張るときにあまりにも硬いようだったら無理をしない。で、今現在こう上下になってて、これひねれるんですけど、私のやつは、あ、これこっちは動いたね。左ちょっとね、動かなかったんですよ、硬くて。なので、動かない状態でグッてねじっちゃうと、根元で折れる。まあ、こっち側の玉側の方で折れる可能性があるんで、そうすると、交換するって言っても、交換のやつがついてこないんで、またね、どっか適当にね、SH フィギュアーズ買ってきて、そこから手首をね盗み取ってくるっていう感じになるとあんまりよろしくないんでね、あんまりきつい時には無理をしないと。でその時にはちょっとお湯かなんかで温めてあげて柔らかくして、まあ、動かしてあげる。でその後シリコンスプレーとかねちょっと削るとかのちょっと対応してあげるとよりね動かしやすくなりますと。で今外したここのところに公開の手首パーツをここにブスリと差し上げると。はい、一応こんな感じですね。これで手首パーツの交換ができましたと。これでグーになったよという感じです。そして表情パーツですね。一応表情パーツが全部で2種類。こちらとこちらというふうにありますと。で、一応こっちはまあ、微笑みみたいな感じかな。口元がまあ、ニコッとしてる感じかな。で、こっちがちょっと、ね、眉毛もキリッとしてるんで、こちらの表情にしようかなと思います。まあ、わかりやすくするとやっぱこっちかな。方向フェイスみたいな、こっちの方が交換したのがすぐわかるかな。なので、こっちにします。で、交換方法は、まあ、いつもと同じですね。前髪部分をこっから外してあげると。で、これも、今ちょっと外したときに、あ、と思ったんですけど、ここに細いのが一本いますね、これ。これと、あともう一個下のこれもですね。これ、引っ張るときに、ブジュっていく可能性があるんで、あんまりにも硬かったら同じですね。手首の時と同じく一旦軽く温めて、抜くと。で、これ、塗料っていうかね、塗装してるんで、これが中でね、くっついてる可能性があるんですよ。なので、それを外すときに、力いっぱい、えいってやると、ここの髪の毛破損。またここの根元の部分が、ブジュブジュってねじり切れちゃうね、可能性があるんで、
一応そのところは注意という感じですね。して表情パーツをここから外してあげて、一応選択したこちらをここのところに差し込むと。はい。そして前髪を戻してあげることでこういうふうに、交換することができる。まあ、前回紹介したキュアブルームみたいなねバリアエフェクトとかね、そういうのが特に、こちらのミチルの方では特にないっていうのがあるんで、ちょっとね物足りなさはやっぱりありますね。でもこういうふうにね、まあ立体化してくれたっていうのが、まあそもそもありがたい部分なのかなという感じもしますけどね。今回紹介というか前回から紹介しているこのキュアブルームとミチルってもうね長年出なかったんですよね。すぐ出るかなと思ったんですけど、全く触れられないで2017年まで来たんでね、これでやっとプリキュアの今のところ出てる主人公勢というかね、主人公の部分に関してはやっと揃ったという感じみたいですね。私はほとんどね持ってないに近いんでね。はい。では最後に前回紹介したこちらキュアブルームの方と、一応ちょっとねポーズはこのままにしようかなと思ってるんですけど、ここのところと、まあこのねキュアブルームとミチル、こちらの方を接続するというかね、この状態のこれを使って手つなぎすることができると。なので一応こうでいいんだね。ミチルの方が右手だ、あ、じゃあ左手だ。なので配置としてはこうなるんですね。でキュアブルームの方が右手になるんで、こういう状態にして一応こちらのところから手首を、まあ、ここで外してあげて、こちらの手つなぎの方をここのところに、手首のねジョイントの位置というかそれを確認してつけてあげると。そしたら一応こういうふうに今親指が上になってるんで、これで間違いないですね。一応つなぎ方としてはこう横に並んでつける感じですね。こういう形でまあ手をつなぐと。なので、ちょっと腕の方を下げたりして調整しますけど、手首をここからも外してあげて、でこちらの手首とここのところを差し込んで、そのままブスリとね差し込んであげて、一応このように手つなぎにしてみました。ちょっとねお互いちょっとポーズがいまいちなんで、あんまりね良い感じではないんですけど、こういうふうにね自然に手をつなぐことができます。でここでこちらのブルームについてる方の手つなぎ用の手首をつない使ってあげることによって、後々紹介するイーグレットですね、そちらとさらに 手つなぎさせて、さらにもう一体付属するやつつなぐと、全部で4人連続でドーンと手つないだ状態にできると。でそこでもう一個ついてきてるエフェクトパーツですね、そちらの方を組み合わせて劇中のシーンをバシッと決めるとかね、そういう風にできるという感じでしょうかね。ただ、こうやってね手つなぎをやってみて思ったのは、ちょっとやっぱりねこのクリップでこうやってやると、まあ、高さの調整も、まあ、あるんですけど、どうしてもねこのクリップの保持力の強さ、こっち結構硬くてこっちちょっと弱いんですよ。なのでこっち側を重点にこうやって動かしていくと、知らないうちにクリップから外れてこけてると。で逆に今度こっちにやろうとするとこっちの保持力が弱いんで、引っ張ってあげてもこっちにやっぱり引っ張られちゃって、クリップが知らないうちに緩んでて、ポージング終わってポンって置いたらパタンっていうね、そういうことがあるので、できればやっぱね背中には直接ブスッとね刺してできるタイプの方がやりやすいのかなと。ただこういうふうにねこの台座、これが真四角のものではなくやっぱハート型なので、その膨らんでるところ同士がこうぶつかった時に一緒に飾れないんで、このハートの部分をこう斜めにしてあげて、で支柱を伸ばしてあげて、クリップなんでクリップのところでこう挟んだとしても、ここでこうやって回転できるっていうね。なのでそういう風に調整してあげては非常にやりやすいんだけど、やっぱりクリップの保持力の問題というのがあるんで、あんまり私は好きじゃないかな。はい、まあ、一応こんな感じで、まあ一応手つなぎもできるという形にはなっております。はい。で前回紹介したこちらについてるやつの手首、それを使用した全員バシッて全員というかね4人並んだ状態、それもちょっとね早くやってみたいなと思いますけど、まあ、届くまでお預けという感じですかね。はい。ということで今回は SH フィギュアーズのキュアブルーム&ミチルセットより、ミチルですね、こちらの方を紹介していきました。ということで次紹介するやつがしばらく先かな、1ヶ月とか2ヶ月ぐらい先になっちゃうんですけどね、そちらの方ね届きましたらそれもね紹介したいと思っております。はい。ということで次回はですね、過去にも紹介しましたポリニア、そちらより、新しいやつがあるんですけど、その前に出たやつ、ちょっとね古いやつになるのかな、それをちょっとね一体手に入れましたんで、ちょっとそれを紹介していきたいと思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。